そうね。あなたって流されやすいのね。思わないこともないけど。え？そうかしら。もう、何なのよ。あ、これはあなたに似合いそうだわ。わかったわけじゃなくて、その、ただ似合いそうだなって。別にいいでしょ。私っぽいって何よ。まあ、好きな色だけど。ねえ、あなたはこの服欲しい？そう。じゃあ私も買おうかしら。ちょ、声大きい。そんな驚くようなことじゃないでしょ。私もあなたも同じものが気に入ったってだけだもの。気に入ったものを買うのはおかしなことじゃないわ。他の子には内緒よ。二人だけの秘密だからね。